東京左翼劇場はかつて存在した日本の劇団。単に左翼劇場とも言う。前身は前衛芸術家同盟参加の前衛劇場と日本プロレタリア芸術連盟参加のプロレタリア劇場。1928年、佐々木高丸、村山智義、佐野宏志らが結成。1934年6月に解散するまで、 宇野重吉、厳選、新金蔵、水木陽子、八木隆一郎、池田誠二、小沢栄太郎、滝沢治、久保久志、中緑、山本安枝が参加した。その後、出身者の多くが新京劇団や、新築時劇団などに合流し、新劇界に少なからぬ影響を与えた。1931年6月12日に、福。 岡市元広劇場で行われた、左翼劇場の太陽のない町公演。佐々木隆丸、と、君安杉本良吉、厳選、山本康エら。同劇団の前身の一つ、プロレタリア劇場は、1927年の後半から1928年の春まで存在した。演出を、佐野博氏のほか、 詩人の佐藤武雄や皆川明、平松とよひこ、後に俳優として活躍する中村英二が支えていた。日本プロレタリア芸術連盟音楽部の小野宮吉、関明子らが音楽で盛り上げ、美術部の柳瀬正夢が装置やポスター制作を担当した。さらに当時の出し物のポスターからは人形劇のスタッフがいたことが伺われる。 しかし、1927年11月には、プロレタリア劇場のメンバーだった、久井田栄二郎やプロレタリア劇場を手伝っていた、小野宮基地、関賀西、柳瀬正夢が、前衛芸術家同盟参加の前衛劇場に合流している。その後、1928年4月21日から4月24日まで、前衛劇場と合同で、築地小劇場で、 張り付けしげざえもんと、嵐を上演して、左翼劇場に統一された。ABC 戦前日本社会運動の足跡マイナス1930年代ポスターの、背景、梅田俊秀法政大学大原社会、問題研究所ポスター、法政大学大原社権をいすら、ORG20 世紀ポスター展、小運動ポスター117、 小運動ポスター左翼劇場、太陽のない町九州地方公園、ダントンの市ポスター法制大学大原社権おいすら、ORG20 世紀ポスター展。前線ポスター法制大学大原社権おいすら、ORG20 世紀ポスター展。父、白あポスター法制大学大原社権おいすら、ORG20 世紀ポスター展。 母ポスター法制大学大原社県オイスラ、ORG20 世紀ポスター店、太陽のない街ポスター法制大学大原社県、オイスラ、ORG20 世紀ポスター店ポスターポスター。ありがとうございます。